おはようございます。高野くもです。今回はですね。トリスターの葉について、ちょっと軽くざっくりと説明してみようかなと思っております。よくね、パウエル派とかパーカー派とか、あとトリスターの葉って言われますよね。あるいはクール派とも言われているかもしれません。けれども、まあ、ちなみにスタンゲッツはクール派とかって言われてますけど、トリスターのとは関係ありませんね。で、ややこしいんですけれども。 いろいろ何々派って言われているんですけれどもその分類の定義がちょっと違うんですよね例えばパウエル派とかトリスターの派じゃないやパウエル派とかパーカー派っていうのは別にバド・パウエルという人を使徒仰ぎパウエル先生から直接手ほどきを受けた人たちじゃないんですよね同じくパーカーもそうなんですよパーカーのところに人が集まってあのビパップのアドりはこういうふうにやるんだよって教わって でそれであのパーカーカっぽいい技を習得したわけじゃないんですよね要はバド・パウエルとかチャーリー・パーカーとかすごいプレイヤーがいてで憧れの存在だったとその憧れの人たちのレコードを聞いたりとか、まあ、直接ラバ生でライブ見に行ったりとかしてそれで彼らが吹いているのをもう自分たちでもう自学自習というか読習して それで身につけていったっていう感じなんですよ。あのいわゆるパーカー派って言われるアルト・サックス奏者とかパウエル派って言われているね、ピアニストは。それと違うのがトリスターノ派ですね。トリスターノ派っていうのはレニー・トリスターノというピアニストの先生のもとにですね、ねあの集まって、それで直接、 手ほどきをを受けた人た人ちのことを指すんです、ね、まあ代表的なジャズマンにリー・コニッツとかウォーン・マーシュとかビリー・バウアーとかがいますけれども彼らは週に1回とか2回ぐらいあるいは週数回トリシターノのところに行きそれで添削を受けていたわけですよ。添削はどういう内容なのかというとですねリー・コニッツ のインタビュー集があるんですインタビューをまとめた本が結構分厚い本でですね「リー・コニッツジャズ・インプロバイザーの奇跡」という本がありましてですねこれはアンディ・ハミルトンという方がもう何年もかけてリー・コニッツにインタビューをしてそれをまとめた本があるんですよ。それれを読むと非常によくわかるんですけれども 我々の想像以上にというか我々じゃないかもしれない私の想像以上にか <laughs> もっと難しい理論があったりとかすごく小難しい理論があるのかと思ったらいやそういう理論ももちろんあったのかもしれませんけれどもかなりメロディー重視なんですよねだから作曲とかはあんまりしなくても既存のコード進行もう例えば「HOW AT e i s t i n g s CALLED LOVE」という曲があったらじゃあ来週までにこの曲のコード進行の上に自分で 新しいメロディーを作曲してきてと言われてそれで作曲してきたものをトリスターの先生の前で弾いたり吹いたりするわけですねじゃあもうちょっとこここうした方がいいねとかああした方がいいねっていろいろと採点されるわけですよ公表されそれでまた直してこういうふうにやった方がいいんじゃないって先生がこう実際ピアノで弾いてみたりとかしてそういうことを繰り返していったわけなんですよね。 でトリスターノ派の特徴というとその音の肌触りが一つ大きな特徴が挙げられるんですね、まあ、もちろんうねうねした長い旋律っていうのも挙げられるんですけれども、まあ、もちろんそれも多分トリスターノ先生の好みというかトリスターノ先生が採点した結果みんなそういう旋律の作り方になっていったんだと思うんですけれどもそれともう一つやっぱりトリスターノ派を「あこれトリスターノだなトリスターノっぽいな」って思わせる。 もううつのの大きな特徴っていうのは非常に抽象的ではあるんですけどなんか筋欲的なトーンみたいなねなんか抑えた感じがするみたいなねすごくアドリブはなかなか複雑なメロディーラインなんだけれどもエネルギッシュな感じがしないなとまあエネルギッシュって表面的にね熱く燃えてるような感じじゃなくてなんかすごく淡々とした一見ね淡々とした肌触りに聞こえるだけどすごいことをやっているっていうのが「トリスターの葉」の 特徴みたいなところがあるんですけれどもなんでみんなそのミュージシャンによって性格も違うしそのエモーショナルに吹く人や弾く人もいてもいいんじゃないかなって思うんですけれども実はねあのその辺が多分トリスターノの特徴なんじゃないかなと思うんですよね。それは演奏ににホットに集中しししすすぎぎてしまうとと熱く吹いたり弾いたたりりることを もしかしたらトリスターの先生は警戒していたんじゃないかなと思うんですよね。なぜかとというとそうそやって たらビバップにななっちゃゃうじゃないかとチャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーやバド・パウエルになっちゃうじゃないかとやってることの根本はビバップと一緒なわけですよそういう既存のスタンダードナンバーのコード進行をもとに新しいメロディーを作るというところは発想はビバップと一緒なんですよだけど出てくる結果が全然違うんですよねディジー・ガレスピーもチャーリー・パーカーもバド・パウエルもホットじゃないですかだけどトリスターノの人たちトリスターの派 のミュージシャンたちはどこか冷ややかというか淡々としているとそこがビバップとトリスターの二た歳の大きな違いなんですけどその秘密はですね長い旋律にあるんじゃないかなと私は思うんですねこれ以前私平田織座というですね、まあ、脚本家や演劇の演出家の本を読んだことがあるんですけれどもあこれに近いのかなと思いましたあの平田織座さんは役者がセリフに集中しすぎることを警戒しているタイプなんですよ つまり、不自然だろうみたいなふうに思っちゃうわけですよね、セリフに集中しすぎるとね、もうちょっと淡々とした方がいいんじゃないっていうような考え方の持ち主で、まあ、考えの持ち主で、まあ、例えば、日常的に特に日本人とかだって、別に愛の告白するとき、告るとき、あなたを愛してますみたいに言わないじゃないですか、セリフに力込めないじゃないですか、うん、好きだからとか。 付き合ってよみたいなそんな割と淡々とした感じのじゃないですか日常生活的には <laughs> だけどあの結婚ねプロポーズの時も「結婚してください」なんて言いませんもんねあの抑揚みたいなものってアクセントみたいなものとか言葉に対する熱の込め方みたいなのってもうちょっと淡々としてるんですよねだからそれを演劇の中で追求させるためには 役者にどうさせたのかっていうといろいろとね別なことをさせながら別な難しいことをさせながらセリフを言わす訓練とかするわけですねつまり意識を分散させるわけですよそうするとまあ例えばですけれども今パッと思いついたそんなことさせてないと思うんですけどヨーヨをーさせながらセリフを言うとどうですか半分は意識の半分はヨーヨーに意識が集中すると思いませんか、ね、だから そういういい意識の分散を非常に重視している脚本家家ななんんでですよね演出家なんですよねトリスターノの狙いってそれに近いのかなとつまり演奏することの方ばっかりに意識を集中しすぎないため意識を分散させるためにそのエネルギーを全部目の前のフレーズでブキャーって吹くのに集中させないためにわざと長い旋律のアドリブを取ることを課したんじゃないかなとそうするとジャズマンは。 必死にですね長い旋律のアドリブを取ることに意識が集中してしまうのでどうしても演奏がホットになるのって難しいんですよねエネルギー分散させてしまうのでもうすごいでかい音でブギャーって吹くで熱くホットに勢いよく吹くことのエネルギーが長い旋律のアドリブを取ることに意識が集中してしまうで結果的に淡々として肌触りになるってそういうことなんじゃないかなって。だから あのトリスターノの狙いっていうのはそういう肌触りみたいなところにあったようなな気が私はしますねなので、まあ、トリスターノのねピアノっていうのはとてもホリゾンタルなラインってよくねジャズの評論で目にすることがあるんですけれども。 すすごく長いんですよね息が長い一つのフレーズがダラ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 じゃないんですけどあのパラ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 ,パラ,パラ結構長くうね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 と続くわけですよそれは、まあ、一つは身体的な問題もあったと思うんですがつまりあのトリスターノって盲目じゃないですか目が見えないがゆえにピアノの位置を指先で確認しながら鍵盤の位置をね弾いているわけですよそうすると必然的に あの鍵盤から指をあまり離さないようなアドリブのスタイルに行き着いたとでそれがトリスターノの一つのスタイルになったとで弟子にもそれを要求して自分があのピアノで目が見えないで鍵盤をなぞるような形で弾いたようなアドリブをあの弟子に望むようになるとで弟子たちにとってみればすごく長いフレーズをで意味のある気象転結のあるようなでちょっと複雑怪奇なフレーズを先生に あの書いいてきなさい作曲してきなさいって言われるわけですよね。でそうするとどうしてもこのそれが毎週毎週ねそういう添削を受けていると必然的に癖みたいなものとか個性みたいなものがその先生好みの長い旋律になると。であの弟子たちはその長いアドリブを即興で組み立てなきゃいけないなということになりで即興演奏でも結構長い 先生好みの先生だったらこういうふうに弾くだろうなっていうフレーズを常に日頃常に考えながら即興演奏を繰り広げるとそうすると結構肉体に対するパーセンテージよりも脳みそに対するパーセンテージエネルギーのパーセンテージが比重が増えるわけですよね。そうするとやっぱりパーカーやガレスピーのような「ブキャー」みたいな「タララーみたいなすごい勢いのあるですね推進力のあるフレーズよりもどちらかというと淡々とした肌触りの 演奏になってしまうという、ね、それが多分トリスターの派の独自の肌触りが生まれた原因なんじゃないかなと私は思っております。だからそういう目線で一回聞いていただくとですね、特にね。 私が好きなのがねあのリー・コニッツの「サブ・コンシャス・リー」っていうアルバムあるんですけれどももちろんねリー・コニッツのアドリブも冴え渡ってますよものすごいシャープでものすごい技術のある人なんですよねでもその技術のある人もほとばしる情念勢いあるまだ若い時代でしたからねその熱いホットな勢いをでも少し分散させてすごくうねうねした複雑なラインを吹くことに集中しているのでもしコニッツが もう目の前のパーカーのように吹くことに専念していたら本当にパーカーに肉薄するほどものすごいアドリブをねあの取っていたと思うんですけれどもだけどもサブコンシャスリーにおいてのコ,コニッツのアドリブっていうのはもちろん別な側面からパーカーに肉薄しているようなシャープな部分はあるんですけれども、ま 全く違うビバップとは全く違う肌触りで全くすごいことを成し遂げている演奏がたくさん集まっているんですよね。その辺が面白いところなんですよねなので、まあ、ちょっとね「トリスターの葉、ね」もいろいろねリー・コニッツのこのジャズ・インプロバイザーの軌跡読んでるともっともっといろいろとですねリー・コニッツが若い頃トリスターヌに教わったこととかいろいろと書いてあるんですけれども、まあ、トリスターの葉ってよくあの、ね、ジャズの雑誌とか あとジャズの入門書とかに出てくるんですけどじゃあ一体何なのってよく分かんねえやって人ってきっと多いと思うんですよね。で私自身も今回の説明で全て説明しきれたとは全然思ってないんですけれどもただまあ表面的な肌触りの違いそしてその肌触りの 原因みたいなもの、要因みたいなもので、そういうのをちょっとだけでもね、知っておきながら、また再びですね、トリスターの葉と呼ばれている人たちの演奏を聞いてもらえると、なんとなく、あそういうことねって分かるんじゃないかなと思います。分かんなかったらごめんなさい。<laughs> ということで、今回はね、トリスターの葉とは何かということをですね、まあ、ざっくりとですけれども、説明させていただきました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。